ブルータス、お前もか。ブルータス、お前もか、は、ラテン語の私的な格言であり、共和制ローマ末期の独裁官、ガイウスユリウスカイサルが議場で視察された今はの際に、副審の一人であった、元老院議員、マルクスユニウスブルトゥス、父と区別して、小、ブルトゥス共に向かって叫んだとされる発言である。自身の暗殺に、ブルトゥスが加担していたことを知ったカエサルが、ブルトス、 お前も私を裏切っていたのかと非難したものである。短いため直訳はともかく、違訳する場合は、どのような言い回しとして考えるかは、議論がある。ブルータスよ。お前もか、お前までか、ブルトゥス、そしてお前もか、ブルトゥス、お前もなのか、ブルトゥス、何時もか、ブルトゥス、そして何時もか、ブルトゥスなど、様々な翻訳が見られる。 このセリフで最も有名なのは、劇作家、ウィリアム・シェイクスピアの、ジュリアス・シーザーにおけるセリフが挙げられる。シェイクスピアの影響から、西洋では、は親し,しい者からの裏切りを意図する格言として、定着した。紀元前44年3月15日、独裁官、ガイウス・ユリウス・カイサルは、自らの古い友人であり、副審でもあった元法務官、元老院議員、 マルクスユニウスブルトゥスや部下でブルトゥスのいとこ、デキムユニウスブルトゥスアルビヌス、かつての敵だったガイウスカッシウスロンギヌスら、罰族派によって暗殺された。カエサルは暗殺の際にブルトゥスの姿を認めるとひどく、落胆し、東賀で自身の体を覆う仕草を見せて、と呟いたという。よく誤解されるが、カエサルがブルトゥスへの刃を呟いたという伝承自体は、 シェイクスピアの刺激以前から存在し、一から完全に創作した場面ではない。最も古い伝承では、帝政ローマ初期の歴史家、スエトニウスの皇帝伝、ローキシーがあり、古代ギリシャ語で、息子よ、お前もか、カッパアルファーシグマ、タウカッパニューニュー、カイ、エスユートノンカイ、スユテクノンと書かれている。カエサルに限らず、教養ある古代ローマ人は古代ギリシャ語を流暢に、 話したと伝えられることから、こう言い残したとしても、さほどの不自然さはない。一方、という言い回しで定着させたのは、間違いなく、シェイクスピアである。ジュリアス・シーザーでは、ブルトゥス、お前もか。もはやカイサルもここまでか。エッツ、ブルート、ゼンフォール、シーザー、と続く形になっている。ちなみに、シェイクスピアは、同作以外にも似た場面とセリフを使用している。 古くから史実かどうかについて、歴史学者の間で、ローマ時代から議論が行われている。プルタルコスは、カイサルは、マルクスユニウスブルトゥースの姿を見ると、トーガーで身を覆う仕草を見せたと伝えており、動揺を示しつつも言葉でなく、仕草で表したと主張している。スエトニュースに至っては、カイサルは言葉を残す暇もなく、刺されて死んだと伝えている。仮に、 正確にはその源となった、カッパアルファーシグマ、タウカッパニューニュー、が史実であるとした場合、息子という単語をどのように解釈するかが議論となる。カエサルは後に、大いで養子のガイウス・オクタウィウス・トリヌスに、暴殺されたカエサリオンを除いて、息子はなく、他に子供は、ポンペイウスの妻であったユリアのカズメのみである。 したがってこれは当時から変えざる楽園説がささやかれるほどに超愛されていたブルトゥスに対する言葉と考えられている。もう一つの説としては古代イギリシャの格言を引用したのではないかとする論がある。ジュリアス・シーザーのセリフもだけが広がりゼンフォール、シーザーがあまり広がっていないのと同じようにカッパ・アルファ・シグマ、タウ・カッパ・ニューニューも 部分を抜き出しただけなのではないかとする論者もいる。この論に立つ場合、息子よ、お前も私と同じ末路をたどるだろう。ブルトゥスが元老院で失脚することへの予測であったと、主張される。他に、次は、お前の番だ、your turn, next とする説、先に、向こうで待つぞ、若造。to h e l l with you to, that とする説など多様であるが、 無言で死んだとするスエトニウスも自らが聞いた説として、ツクオーク、フィリーミ、息子よ、お前までがを書き残している。これは18世紀のラテン語の教本であるデビリス・イーラストリーバスなどに引用されており、現代に影響を残した。フランス、イタリア、スペインなど、ロマンス語諸国では、エツ、ブルートより、ツクオーク、ミフィリーもしくはツクオーク、ブルート、フィリーミ、 を使うことが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。